痛いツイートを感想を交えてご紹介する2ブヤキ。朝8時から始まる保守系ナンバーワンネット番組のコーナーとは関係のない企画になります。今回は大統領選関連のツイートで炎上した彼についてご紹介しましょう。一般国民的には CIA から聞いたみたいな本当かどうかわからない上に確認のしようがない裏事情より、 普通に出回っている報道等の情報をいかに読み解くかが大事なんだろうと思います。とのことです。情報をいかに読み解くかが大事ということです。さすがですね。そんな彼に物申すツイートがあったのでご紹介します。アメリカ大統領選挙で不正があったかどうかについては静観すべきだと思います。指摘するのは別に問題はありませんが、現状を見ると情報が錯綜していますし、 それをいくら日本人が日本語でツイートしたところで選挙結果には何の影響もないでしょう。アメリカの民主主義を尊重し結果を持ちます。とのことです。あれ読み解けないみたいですね。大統領選に関していろんな情報が出て本当に錯綜しています。出回っている報道等の情報を読み解く力を重視されている和也さんの解説をぜひ聞きたかったのに残念です。次に菅総理の ツイートを引用リツイートしている彼から、ジョー・バイデン氏及びカマラ・ハリス氏に心よりお祝い申し上げます。日米同盟をさらに強固なるものとするために、また、インド太平洋地域及び世界の平和、自由及び繁栄を確保するために、共に取り組んでいくことを楽しみにしております。日本も出しましたね。とのことでした。あれ 結果を待つと言ったのに、次の日には大統領選について呟いています。設定を忘れちゃったのかなちょっと整理してみましょう。画像は FOX のサイトから、バイデンは290、トランプは214で、東格に270に必要。トランプがノースカロライナとアラスカを制し、ジョージアをひっくり返しても34。足して248ですから、過半数に全然足りません。となるとすでに、 バイデン氏が勝利している複数の州をさらにひっくり返す必要が出てきます。激戦州の票差を見ても、数百、数千程度なら最終形で可能性もありますが、万単位の差がついているため、本当に大規模な不正でも行われていたなら別ですが、厳しすぎると言わざるを得ません。とのことです。おお、さらにアメリカメディアの FOX の画像を使用して、日本人が日本語で解説を始めました。選挙結果に影響しないから無意味だったんじゃないのかな。 何回も聞いてるけど、投票率が100%を超えている事態はどう認識しているんですか和也さんは。本当に、そんな事態になっているんだとしたら、今後立たされることはないでしょう。ただ、ツイッターに次々流れてくる謎の情報に、安易に飛びつかない方がいいですよ。とのことです。エビデンスを出せと言わんばかりに、本当にを連呼し始めます。現時点で、真実を知る人はほぼいないでしょう。 カズヤ氏自身のツイートも情報を錯綜させる原因の一つだと思います。静観するなら静観しきった方がいいと思いますけどね。ところで、篠原上一郎さんが GPS 説についてライブにて発言されました。緊急ライブ配信、C 国関与、歴史的不正大統領選挙。こちら、2020年11月6日にライブ配信されたものです。 その中で GPS のチップが埋められていて、登棄されたものはすぐに見つかるといった説を述べておられたようです。しかし彼にかかればそんな情報も一周です。パに GPS? 電源とかいらないんですかとても本当だとは思いませんが、仮に事実だと仮定すると、アメリカは投票用紙で追跡するという、大人の国も真っ青の監視社会だったんですね。 例えばそれを証拠としてサイバーで使うものなら逆にプライバシー侵害で訴えられそうなものですがいかがでしょうとのことです。もちろん彼は黙っていないでしょう。僕はいわゆる保守系が左と同じではまずいだろうと考えています。野党と野党議員には正直でボロカス批判するのに右と思われる議員にはだんまりってさ、それはゼゼヒヒではなくゼゼゼしかありません。結局どっちも 変わらないのではと思われてしまうのではないでしょうか。とのことです。ところで、証拠を大事にされているようですが、証拠なしに人を誹謗中傷されていました。某議員やっぱり顔の雰囲気変わったよな。個人的には手術のタグも、否定派ではないんだけど、以前の方がシワという年齢を積み重ねた男って感じで良かったのに。まあでも、本人の意思だからいいだろう。台湾の思い出、 手から金粉ではなく、天心を食べる時に付着したものです。とのことです。名前は出していませんが、青山議員を揶揄したツイートです。この中のどこに証拠があるんでしょうかところで、かずやって、青山議員のことについて、証拠、出したこと、ありましたっけ大統領選の情報が本当じゃないかもしれないから、ツイートするなって趣旨のことを述べておられましたが、あなたは根拠を持ってやってましたっけ ネットの情報は玉石混合です。100情報があっても本物は1か10か0かもしれません。だけど数ある情報の中から稀にある本物を見抜いて事実にたどり着くこともあるんじゃないでしょうか。それを手繰り寄せるには確かな事実、一位情報が必要だと思います。実際に自分の目で見るか、実際に見た人から情報をもらい、それを基盤にうぞうむぞうの情報から本物に 到達すするることともできると思います実績も功績もある和也さんに対して大変恐縮ですが普通に出回ってる情報を見てるだけだと読み解けないと思いますよ健康君も取材してないくせに偉そうだよね。 また一つお利口さんになったなチャンネル登録お願いします明日から本気出すから大丈夫